おもちゃ大好き、トミカ大好き、親父でございます。本日3本目になります。実は、噛みました。実はね、今ね、鶏胸肉をね、ちょっと弱火でじっくり焼いてるんで、ちょっと今チェックしてきました。3代目はね、こちら。まず、もう1個216円で購入しました。なんか今ちょっと見たことあるような車ですね。そうです。私が変なおじさんです。こちらはね、もうね、ちょっとこれも程度が良くて216円だったんで、これをね、最初にね、今ちょっとカタカタかな。あ、これも綺麗じゃない。あ、ちょっとリアのこのマフラーのラインがちょっと当ててある感があるな。はい。紹介したいと思います。トミカ、トミー、ロータス、エキシージ、GTE。ナンバー10ですね。2017年式です。ロータスですけど、エキシージっていうタイプの車ですね。ね、やっぱこっち、いいね。こっちのがちょっとスマートな感じするね。フロントはこんな感じになってますね。黒目で、で、ここにね、ダクトがついてまして、エンブレムもこんちょついてるんですね。ラインが3本ラインですね。真ん中太めです。いいね。このちょっとしゃくれたチンスポっぽいね、このエアロもちょっと活かしてますね。こう見、力見るか、こう見るとホイールはね、黒ですね。黒統一です。さっきはね、ここがね、まあ、こういう感じでね、金枠だったりとか、その前のね、ランエボで言うとシルバーね、銀枠なんですけど、黒ってことでね、かなりシンプルでかっこいい作りになってますね。で、テールカーこんな感じですね。こちらは塗装かな？塗装ですね。丸め2等ですね。エアロもね、うん。エアロも同じような感じの、あ、エアロじゃない、ウィングがついてますね。で、一緒で、このね、ラインがまっすぐ。ここ、ボンネットじゃねえや。この天井のところは、トップはブラックですね。で、ここからラインがまたこう伸びてて、後ろまでついてるって感じになります。マフラーの、これシャーシってこんな感じなのかな。マフラーの出具合がない。これ中から入って外に出てるタイプかな。ここにね、ちょっと当て感があるんですけど、ほぼほとんど他はね、綺麗です。これオープンになるかな。何年か。ソフトトップ、ハードトップじゃないですね。いや、これは綺麗だな。テールがちょっとあれですけど、フェンダー部分とかね、この頭の部分とかも特に傷もないですね。ミーカーもこんな感じですね。かっこいいな。白ってね、基本的に白好きなんですよね。で、この白に黒っていうのはかっこいい。私ね、ロードスター乗ってた時はね、まあ、俗に言うかわかんないけど、パンダロードスター、白黒のロードスター乗ってたんですけど、ロードスターね、ちょっとね、白黒だとパンダみたいでかわいい。これもなかなかいいデザインですね。ここが黒じゃないのがまたいいのかもしれないな。こちらね、2013年版はエキシージなんの白なんですけど、2010年ぐらいだかな、オレンジのね、エキシージも出てて、そっちも今日あったんですけどね、若干ね、どっちかのフェンダーカーがね、事故っててね、削れててたんで、まあ、こっちをね、とりあえず買いました。で、もう一個この黒のね、エボーグだっけ？違う、エキシージ。これもエキシージか。こっちが、ごめんなさい、こっちはね、エボーラ。エボーラって今言ってねえな。こちらがエボーラです。ごめんなさいね、こちらエボーラです。はい。で、エキシージのこの黒の方は、もう一つオレンジのエキシージがありました。どうすかな。許してください。取り直しはしませんけど、許してください。エボーラね。エボーラ GTE。言ったかな？言ってないよね。うん、もう一回言います。ロータス、エボーラ GTE ですね。こっちの車種は。なかなかね。これと比べてもね、これって同じメーカーか？まあ、もちろんロータスはロータスなんですけど、なんかちょっと違う会社が少し介入して、エアロとかを変えてんのかなって感じするんですけど、エンブレムが一緒だからもう完全にあれかな。同じラインで作ってんのかな。まあいいや、はい。ってことでね、ちょっと最初言い間違えたような気がします。
ロータス、エボーラ、GTI ですね。ナンバーが104番、2017年度式になってます。はい、ってことでね、ご視聴の方、ありがとうございます。実はね、実はもう一個、トミカ関連グッズをね、格安で購入しましたんで、それの紹介をね、この後したいと思います。それではね、また。バイバイ。鶏肉がもう焼けるんだよな。